3分でわかるバーチャルおばあちゃん。次の島、最後の島、ちょっとじゃあ最後はちょっと平和に終わっていきたいと思いますけども、次の島はこちらですね、ソビエト共産党に行ってみたいと思います。いや、なんかこうピエールもいそうだね。おばあちゃんの引きどうなってんのね。そんなやつしか送ってこねえんだよ。わー赤いよね。ねスターリンですか、あれは。赤いのに黄色い、あのね、あの労働者のあのマークですよ。あ、なんか豊かだなこれね。ウラジオストクかなここね。ピエール、あら、あ、女性の方ですか。はじめまして。あ、結構なんかいい国じゃないのこれ。赤いけどもね、なんか幸せそうだよこれね。こんにちは。やっぱ全部の家にこれ、このマークは掲げてるんだね。これがソ連か。ここでみんなピクニックなんかして、こう絨毯浜辺でこれで、ね、シート敷いて、これいいじゃないのこれね。あ、家もちゃんとこう密集してんだね。よく管理されてるやこれね。なんかみんなこう綺麗なこれ、上陸できないの、こう安全対策もバッチリ今ね。こういう国の方がこうちゃんとしっかり封鎖できるし、強制力があるので。ノルマンディかなここはね。島の案内ちょっとねしてもらおうかね。勝手に動いたら殺されそうだからね。いや、いいわ。でもなんか綺麗、雪国ってなんかやっぱロマンがある、神秘的でね。ここは何かな、シベリア。日本兵がね、うわー、恐ろしい恐ろしい。こら、日本兵の仇埋葬してくれはりますよ。なんかまあ昔の話ですからね。昔のね、そういう時代もあったと。ソ連では鐘が鳴るんだね、木にね。不思議。やっぱみんなのこう平等のやつ、社会ですからね。共産主義っていうのは貧富の差があっちゃいけない、平等に分配しなきゃね。これ何これ、レーニンですかこれ。踏んだら怒られるかなこれね。泣いてはごめんなさい、ごめんなさい。殺され殺される。なんか自然も程よく残ってていい島だよね。でもなんかこう遊園地とかはないよねやっぱりね。質素な感じがいいよね。果樹園、自然が豊かで、あ、いいじゃないのね。あ、ぽいぽいぽい。寒いからストーブがね、なんかいいいい。このぐらいがちょうどいいのよ。だから贅沢しすぎなのよね。オバマもの家と違うもんね、やっぱね。綺麗に整備されてる。いいよね。あ、ロシア。あー、いいな。ロシアっぽいね。あ、すごい。あ、いいお茶してね。ちゃんとしてるな。なんか、一番ちゃんとしてんじゃん、やっぱね。浜辺はちょっとすごかったけども。あー、お台所もあってね。あ、いいじゃないのね。ボルシチ。ボルシチもあるよ、ボルシチもね。なんかこう、主婦が嬉しい。このお家ね。次、2階。なんでしょうけども。あーまあ、遊びもね、伸び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 ゴー。あ、いいね。シベリア鉄道かな、これね。まあ、いいじゃん。ベッドルームね、あ、いいな。こういう人の家にエアビーしたい、おばあちゃんね。エアビー。ナチ服あるやん。サイレンマジョリティ。家具をね、余計なものをね、置かないの。やっぱそれがね、おしゃれなんだ、この人。配置がすごい。綺麗。なんかやっぱいっぱいあるといっぱい置いちゃうんだけど、洗練されてんのね。で、このラグを端に寄してね。ソファースペースちゃんと作ってんのが、おぉ。あ、全、島の全部を、ね。まあ、やっぱ監視、社会、なんかしてたらやっぱ報告してね。秘密警察か。秘密警察いますから。密告社会、そう。北朝鮮はね、そういうやつらしいですからね。